二の湯里氏は、日本の政治家。自由民主党所属の参議院議員。第九十八大国家公安委員会委員長、内閣府特命担当大臣。長男の二の湯武氏は、元参議院議員。次男の二の湯誠氏は、京都府議会議員。京都府京都市左京区出身。京都市立市領中学校。京都市立西京高等学校卒業。 1968年3月、慶応義塾大学法学部政治学科卒業。大学時代は中村菊大ゼミで国際政治学を学んだ。1969年から国立京都国際会館に勤務。1972年にアメリカ合衆国に留学。1983年、衆議院議員野中博文講演会連合会事務局長に就任。 1987年、京都市会議員に初当選。以来連続5期当選。1999年には、京都市会議長、第53代全国市議会議長会会長に就任。2003年自由民主党京都府連の会長に就任。2004年7月、第20回参議院議員通常選挙に出馬し初当選。自民党内では、 平成研究会に所属。2007年8月29日以降、第1次、安倍改造内閣、福田康夫内閣で、総務大臣政務官。2010年7月、第22回参議院議員通常選挙において、再選。2011年4月14日、東日本大震災の復興補正予算が議論される、中、復興予算年出のための ODA 削減案に、 反対する超党派連合のメンバーとして名を連ねる。2013年、長男、二の湯武氏が、第23回参議院議員通常選挙で、滋賀県選挙区より、新党政治連盟の講演を受け自民党公認で、初当選し、参議院で54年ぶりとなる、親子同時在職となった。同年9月、自民党京都府連会長の座を退く。 2014年9月3日、第2次安倍改造内閣で総務副大臣に就任。2014年12月25日、第3次安倍内閣で総務副大臣に再任。2016年7月、第24回参議院議員通常選挙において参戦二千二2021年6月、翌年7月の第26回参議院議員。 通常選挙に立候補せず引退する意向を示した。二の湯が代表を務める二つの政治団体並びに、資金管理団体において、2010年、2012年、2014年に、計170万円が政治資金収支報告書に虚偽、不記載されているとの告発があった。2014年3月12日の参議院本会議で、 行った代表質問の内容を公明党の要求に応じて事前に修正した。当日の代表質問では子供を産み立派に育てることが国家に対する最大の貢献から国家に対する貢献の部分を削除し子供を持つことが社会人としての義務との表現は子供を持つことを望まない人たちが増えていると修正した原稿を読み上げた。 2013年12月6日、特定秘密保護法の参議院本会議採決で反対票を投じたが、これについて議場が混乱していて賛成票を投じたつもりが慌てて間違ったと述べた。二の湯の公設秘書を務めていた男性が秘書だった時期の2010年9月に京都市内の不動産会社社長宅で発生した強盗致傷事件に関わっていたとして、 2018年11月8日に同容疑で京都府警察に逮捕された。自由民主党京都府支部連合会政治資金収支報告書京都府選挙管理委員会2019年12月2日閲覧。議員情報参議院ホームページ AB、エトス、平成20年8月号 ABGD 公式ホームページプロフィール。 超党派議員が ODA 削減反対で一致政府に申し入れ平成23年4月14日第一次補正予算における ODA 削減に関する勉強会二の湯さん独創自民が議席奪還参院選手が選挙区京都新聞2013年7月22日二の湯参院議員が政界委員会へ総務副大臣など歴任76歳京都新聞 https://www.kyot.co.jp://5771902021 o n p, p スス年6月6日閲覧。AB 公式ホームページ制作朝日新聞2016年参院選候補者アンケート、公平性を欠く、タバコ税増税反対に関する請願。参議院。 2020年11月22日閲覧。2016年3月30日付で、京都地方検察庁に告発状が提出されている。子供産むのは国家への貢献公明指摘で、自民代表質問から削除。産経ニュース。 http://www.sankei.com スラッシュポリティックススラッシュニューススラッシュ140313スラッシュ plt1403130019-n1.html2017 年3月29日閲覧。秘密保護法案に反対票の自民、二の輸し、慌てて間違った造反否定、共同通信。 2013年12月9日、自民参院議員の元秘書ら、1億円強奪容疑8年前の事件、朝日新聞2018年11月8日、自民党タバコ議員連盟臨時総会、2018年4月11日閲覧、田原義文、日本会議の全貌、家電車、2016年、ありがとうございます。